年末最後これから釣り行く人と、はい、あと年始初バス釣りたい人いると思うんですけど、そういう人に向けてあの、はい、簡単なアドバイスをいただけると。そうですね、数釣るのは難しい状況ではないんですよ。僕も結局今日魚かけた、あげただけで5本かけただけで6本か7本ぐらいかけてるんだけど、あの12月はバイトも多いし、はい、まあ7メーターまでをやってれば釣れるんですけど、はい、まあその年末年始初バス、ラストバス考えで行くんであれば7メーターくらい前後を、まあ、ダウンショットのレッグアームの黒でやってれば、まあ、間違いなく魚は取れると思うんですね。はい、エリアはあんまりフラットっていうよりもちょっとバンク絡みのフラットバンクから落ちてきて7メーターに行っちゃったみたいな地形な、はい、あの極端なフラットはちょっと魚が、はい、出入りしてないかなっていうところで、今から2月になってそういうところに入ってくるかな。どうしてもレッグで当たりが出なかった場合、もし変えるとしたらあとなんかもう一個ぐらいなんか、ね、例年だったらこの時期はスモールラバジルでズルビーでやったりするんですけど、今年はレッグアームが食わなかったらネコリグかなと。ネコリグでやってみたら、はい、昨日アングリースティックのネコリグで、そうですよね、はい、もう這わせてたら結構バイトがあった場所があったんで、あれ重り何グラム入れる？ 0.8 です。 0.8 入れてる、はい、ちなみにそれはちょっと浅いレンジだった、まあ、あんまり深いとやっぱネコリグっていうよりもやっぱレッグの方が、あまあそうですね、クリアが悪かったらダウンショットじゃなしにボトムぺったり、あるいはダウンショットのリーダーをすごく短くしてやると、まあ、取りやすくなるんじゃないかなと思いますよ、ね、ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、お疲れ様です、まあ、でかいのはちょっとね、わからないです。わからないですね。これからもうちょっと冷えたらその落ち口っていうところにでかいのがバッと入ってきて、そのタイミングで40アップとか、昨日もだからそんなんででかいのが釣れたんで、まあ、そういったのがポロポロとタイミングで取れていくんじゃないかな。ありがとうございます。それではですね、ここからはインタビュアーの方を、小森プロ、はい、ぜひやらせてくれと言われたんで言ってねえやと思った。はい、王兵に座ったまま行きます。森さん、おめでとうございます。今日は 1420g、はい、今日も座敷わらしさんが後ろに乗ってましたけど、奥さんはいつも一緒に乗って、もうごとどいの朝って、昨日の朝かな、はい、一緒にパッパーとしてわ座敷に立ち上げると思ったら奥様だって沖で会うと言ってもいいことがあるんですね。はい、今日は会わなかったんですけど、どちらに行ったんですか。今日はですね、朝一から、はい、やっぱりインスタの方に行ったんですけど、はい、まあ、朝釣れなくて、はい、で戻ってきて、はい、白鳥島のそこの、はい、ないかどうかですかね、はい、はい、ちょっとブラッキングやったらダウンショット、はい、でもちっちゃくて300ちょいぐらい、はい、まあ、夢がついて、はい、でまあ、その後インスタの方に叩いていて、はい、でそこで5、600ぐらいから、やっぱり 5、6 メーターなので、まあ、カバーからちょい大きいぐらいなので、はい、バーガーというところに、でそこからしばらくも釣れなかったんですけど、で希釈間際に、はい、バザーワードを釣って、はい、でやっぱり中央付近が6メーターぐらい遠くなってるところがあるので、はい、そこをまたドラッキングっぽくやったら、まあ、かなり遠くでかかって、はい、でそれがやっぱり500で500くらい、それで1400、結構動いてるんですね。動いてます。結構2人で粘ってる感じかなと思って、意外と動いてるんですね。座敷割りして、座敷割りして、いやでもいつも通りすがりに拝んでます。いつも見ると釣れるっていう、僕にはジンクスがあるんですけど、今日は、ね、釣れなかった。昨日のゲストさん、僕が相手やってたんですけど、昨日のゲストさんもちょうど森さんが通り過ぎてって時に、あと森さんともう一方、そう、あの二人の座敷やろしか通り過ぎて瞬間に行けるんですよ。皆さん、古城であった時にちょっと拝んでみるといいことになるかもしれない。はい、まあ、年間はちょっと最後届かなかったですけど、はい、なんかこの二人に言いたいことありますか。大丈夫ですか。じゃあまだお前らと言っていいですよ。横に並べてこう。あ、そうですか。森さん、おめでとうございます。青木大輔プロ、なんか言いたいことある？ないよね。もう時間も時間だもんね。そうですね、寒くなってきたしね。ないよね。なんか言っていいよ。なんですかね。どこで釣ったの？釣ったのは、はい、ウェインした3匹はバラバラですね、全部バラバラだよね。結構走りますね。長崎と、長崎から下って、なんか島みたいな一個ある。はいはいはい、島ね。あの島じゃない方。島じゃない方、スポリトだ。スポリトつうんですか。あの岩盤になってゴミがいっぱい溜まってるんでしょ。
あ、そうですね、岩盤になってます、ね、まあ、長さちょっと下ってるぐらい。何メーターぐらいっつったのかな。全部4ぐらいです。ルアーは、全部ね、結局立ち木なんですよ、つったら、はい、4メーターぐらいで、昨日は立ち木じゃないところに釣れたんですけど、うん、今日なんかもう、魚探の絵見るともうバスが全然フィーディングしないっていうか動いてきてなかったんで、なんか物を絡めないと壊ないのかなと思って、最初全然釣れなかったんですけど、立ち木やり始めたらすぐ釣れたんですよ。でそこから結構釣れるようになって、はい、まあスピニングでいけるとこは、レッグワームの 2.6g のダウンショット、はい、スピニング3ポンドでやって、はい、ちょっとやっぱ激しいところがあるので、激しいところはウェイトフィネスでシェイクシャットの大きいやつの、5g で、まあ、打っていくっていう感じですね。昨日結構広く回ってたけど、ライブスコープでバス探したの。そうです、もう最近の上等手段で、もうバーッと湖ライブスコープで見て、そのバスどこいるかなって、多いところだけ見つけて、あと今日どう釣ろうかなっていうぐらい。昨日見てた感じでちょっとバーッと見させてもらったんだけど、はい、あのライブスコープでバスを探してるのは分かったんだけど、すごく肝になる場所っていうかピンスポット、はい、エリアでも結構いいところをこまめにかけたけど、それは場所を知っててかけたのか、それともそういったところにやっぱバスが多かったのか、どんな感じでした？あんまりディープ、カメもディープってやんないんですよ、ね、ディープというかその緑、まあ、そうですね、ちょっと緑、まあ、あの水が通るところっていうのを意識してちょっとやってる感じです、ね、なるほど、はい、じゃあエリアから入ってバスを探したから、ね、そうですね、なるほど、はい、まあまあ、あのおばちゃんに負けたんで、ね、もうそれぐらいにしとく。あのまあでも1日やっぱ練習できると、いつもぶつけ出させていただいてたんですけど、はい、あのやっぱなかなか亀山のトーナメントってないんで、はい、こうやってやらせてもらえるのはありがたいな。なるほど、はい、まあアメリカに行ってこれも日本では結構釣りしてると思うんだけど、はい、まあここの釣りってアメリカでも役に立つのかな。日本ってやっぱアメリカはちょっと結構違うんですけど、はい、まあこういう感じの状況はあります。ただちょっと釣り方が違う、釣り方がね、もっと、うん、ちょっと、まあ、スポッツっていう魚がいて、それに近い感じはありますね。沖にやっぱ出て浮いちゃったりするところが、うん、そんなイメージはありますね。なるほど、まあ、ババ様にはい、はい、来年も来てくれますか、12月に。いや、なんか今回で、あの大会、うん、モーター屋さんでの大会がなくなっちゃって大丈夫ですか、あるから、じゃあぜひ、うん、はい、ぜひ来年もこういう機会があったら来てください、はい、はい、青木大輔プロに盛大な拍手を、はい、あ、盛大な拍手をお願いします。ババちゃん、はい、怒ってるよ、ライブの大輔プロ、いいの買っちゃって、いやー、やってたもん、こうやってましたから、喜びは先週のこもりカップよりえらい喜びだったから悪かったな、おい、寒かったね。あ、寒かったもんね、はい、喜べなかったね。2週連続の優勝、2週じゃない、2週連続かの優勝なんですけども、はい、強いね。今日だって午前中に会った時にさ、僕がのんきに3匹しか24センチを3匹釣ったったら、僕も一緒ですって言っててさ、はい、あそこから釣ったってことでしょ。そうですね。すごいですけど、その、なんていうの、釣り方的なこととか、はい、なんか説明してくれたら嬉しいなと思います。お疲れ様です。もう、今回グラちゃん最後なんで、もう本当に低いの取らないようにやろうと思って、カバーメインで考えてたんですけど、それでカバー1本だけじゃ勝てないなと思って、で、朝一、とりあえずそれでも、ちっちゃくても、1匹ぐらい揃えて勝負行きたかったんですけど、はい、で朝一入った場所がさ、出したっていう先週のウイニングスポットね。そうですね、はい、で、その先週はそこのシャローがすごい反応良くて、はい、で寒くなったらそのシャローに刺してる魚がちょっとディープ落ちるんじゃないかな、はい、で昨日はベイトから出るんですよ、はい、で釣れても400、500万で行ったんで、はい、まあ、悪くないなと思って入ったんですけど、朝一入ったらあのベイトが全くいなくなってて、で立ち木一応絡めると釣れるんですけど、それが全部、朝の1時間費やして3匹釣れたんですけど、全部24センチだね、はい、一緒だったもんね。そうですね、そのまま一緒に終わっていくかと思ったんだけどねそこからがみんな知りたいですよね。はい、そこから、はい、お昼ぐらいまで釣れてたんでしょうか。11時までノーバイト、ノーバイト、はい、はい、そこからどういうふうに考えたんでしょうか。これはもうエリアも完全に変えようと思って、はい、で本命は長崎考えてたんですけど、はい、ちょっと人が多すぎて無理だな、その時間からじゃ難しいですよね、はいはい、で少し空いてるかなと思ってインスタ行って、はい、でインスタの道楽、はい、でそれに絡めるリブを絡めてきて、で1本目が、マイティの 4.3 のダウンショット、え、
マイキー。マイキーストレート。マイキーストレートね。はい、マイキー投げてダウンショットで。マイキー、マイキー、マイ、マイキー、マイキーストレートですね。はい。はい。見えてるのを、ボタンに絡めて。はい。で、釣れたのが500。はい。で、そのまま結構魚タ見ると、いろいろ映るんで。それは普通の魚タですか？青木君みたいにずるい魚炭じゃなくて、みんなが使ってるような魚炭、みんなが使ってる普通の人間の魚炭でいっぱい映ったんですね。はい、でしばらく粘ってみようと思って、はい、で結構やっぱり人の入れ替わりが激しくて、で空いてるところで沖が結構空いてたんで、はい、沖にあのレグワームの 2.9 のライトキャラ、はい、2.9 ですよね、やっぱりね、はい、それが痛かっただけだライトキャラね、はい、3.5 のライトキャロで、やっぱり絡めながら釣っていったら、そこで3本、はい、でもうまた釣れたら今度沖に人を引っ張っちゃって、まあね、釣れたらそうなりますよね、はい、でまたちょっとこう何ていうか端っこがあの人がはけたん でそこであのまたマイキーのダウンショットで、でそこでまた300ぐらいでこれもいけるなとこの釣りで。そうですね、もう自信持ってやれるなと思ったんですけど、はい、もう12時ぐらいになってしまって、はい、ちょっと帰りを視野に入れて、はい、で最後入ったのが、あの岩の上島の、さっき青木君の島って言ったところ、そうですね、はい、あの島は岩の上島、あ、はいはい、の、今回の台風で新しく出てきた方があって、いっぱい台風来たからどの台風か分かんないですけど、はいでその崩落を打つんじゃなくて、はい、その崩落が崩れ切ったちょっと深い部分、あの落ちてるじゃあこの手の先みたいなんですか。そうですね、はい、でそこが多分 5.8m ぐらい で、はい、でそこから一本ずつ木ができたんですけど、その木に、ダウンショットを打ったらもうポールで一発で食ってきて、そのすぐライン止まったん で、はい、でもうポールだなと思ってたんですけど、それが多分700ぐらいなんですか。でそれで300入れ替えて今の上になって、で崩落釣れるんだなと思って、最後つばきと思ってたの結構昔にあった崩落に、はいはい、また同じダウンショット入れたら釣れたんですけど、また入れ替えになるので、はい、で終了です。なるほど、はい、まあ、昨日は崩落釣って崩落はやってないのかな。昨日はそうです、結構フラット系メインで見てたんです。そうですね、はい、あ、青木くんも同じようなこと言ってたし、やっぱりちょっと昨日僕も出てたけどフラットででかいのが入って、はい、あれフラットはさすがにないだろうなと思ったんですね、日曜日だから、はい、そう思ってバンクに近いところを中心にやってたんだけど、はい、まあ立ち木についたっていうのに気づいたのがこのいい結果になったと思うんですけど、はい、はい、まああのグランドチャンピオンシップとしては今年で最後、はい、なのでまあ時田のチャンピオンとして、はい、なんかみんなに最近言うことがありますか。グランチャンを、まあ、解禁賞狙ってたんですけど、はい、あの去年ケニー取れなくて、今年はもう絶対取って優勝するぞっていう意味だったんで、はい、もう最後本当結果の分析良かったです。なるほど、まあ、あのこの指定対決というか、ケニーの森、まあ、さんもそこにもちろん加わってますけど、なかなかいい争いだったと思います、最後のグラチャン、このワン、ツー、スリー、森田さん、青木プロ、馬場さん、もう一度盛大な握手を。